こんにちは。今回は僕が初心者トレーダーだった時に知っておきたかった3つのことについてお話をしていきます。トレーダーをやってからこれ10年以上経ちますけど、もう2007年からなので13年目に入りましたけども、まあその中でいろいろとね思うことがあって、もし今僕が仮に過去ですよね、13年前の自分にアドバイスをできるとしたらこの3つを言うだろうなっていうのを厳選して今回は選びました。そしてそれももう建前じゃなくぶっちゃけでいきたいと思います。もちろんこれから話す3つのことが正しいとかっていうわけではなく、あくまでも僕だったらこう伝えるアドバイスなっていう話になるので、まあ参考にしてみてもらえたらと思います。じゃあ早速まず一つ目からいきます。一つ目は兼業の勧めです。で、当時トレーダーになろうとしていた僕はもうトレーダーになりたかったんですね。トレーダーになって専業になってトレードだけで食っていくっていうのが一つの僕の憧れであり夢でした。そして2006年かなに会社に入って、そこからトレーダーとしてこうどんどんねスキルを磨いていって、ある程度の結果を出るようになって、いろんなところねなんかヘッドハントされて、で会社を転々としながらねさらに腕を磨きって独立して自分でやるようになっていったっていう流れなんですけども、まあその中で感じたことはいろいろあって、でまず会社でトレードをしていた時っていうのは時間が決まってたんですね。一番最初の会社は朝の9時から遅くとも夜の9時まで、それを超えるともうできないっていう制限がありました。で、2社目も1社目よりは自由でしたけど、例えば1日の損失額とかそういうのは全部決まってたんですよ。だから一定以上負けたらもうそれ以上トレードはできないとかっていう縛りが設けられてました。で、1社目の時に、欧州時間やって、その後ニューヨークタイムが来るわけですよね。でもいつもねその動きを指を加えて見てることしかできなかったんですよ。ニューヨークタイムはできないので、チャートだけ見てね、いやこのボラすごいなと思って、欧州時間引きがないね、ボラティリティがあるので、ニューヨークタイムっていうのは、あーこの時間もできたらもっと稼げるのになって思ってたんですよ。なのでよし、いつかはもう自分のお金だけでトレードできるようになって、でニューヨークタイムもそれで、自由にトレードすることがもう一日中ですよね、トレードする時間が取れたら今の収益のもっと何倍もいくなって思ってました。でもいざ専業になってみて思ったことがいろいろある、その現実と理想のギャップにいろいろと気づかされたんですね。まず一日中トレードする時間があるっていうのは、逆に言うと自分で自分にルールを課さなきゃいけないっていうことなんですよね。例えば何時から何時までトレードするとか、損失がいくらになったら辞めるとかっていうのは今までは会社でやってくれてた。だから例えば一日これぐらいの損失になったらマネージャーに呼び出されて、はい今日はこれで終了なので帰ってくださいとか、ロットを最小単位に落としてくださいっていう風に言われるわけですよね。だからそういうある意味強制力が働いているおかげで守られていたところがたくさんあったんだなっていうことをめっちゃ痛感したんですよ。で、さらに、ニューヨークタイムのね、ボラティリティが高いマーケットをできるようになって、確かにそれで大きな出費を出せる時もあったけど、ボラが高い分、反対に、ロスカットもでかくなるんですよね。当然、ボラティリティが高いですから。ってなったら、あれ?みたいな。あんまなんかボラが高いからといって、絶対有利ってわけではないなっていうことにも気づき始めたっていう、自分の中のその幻想が、どんどん壊れていったんですよね。うん、だから専業だからトレードがいつでもできるからいいっていうわけではない、時間があればあるほど勝てるわけではないし収益も増えるわけではないんだなって、結局は自分自身をちゃんと律することができるかどうか、ちゃんとルールを守ることができるかどうか、ちゃんとやるべき時だけやれるかどうか、それ以外のやらない方がいい時にやらないでいられるかっていうことの方がはるかに重要で、でそうなった時にトレードしかないってなったらどうしてもやってしまうんですよね。当時の僕はもうずっと家にこもってモニターの前に座ってひたすらチャートを眺めていたので、ついつい手を出してしまうってことを一時期やってました。でそれでまあその日の利益を吹っ飛ばしたりとかも何回もあったんですよね。でも今はずっとチャートの前に座ってるわけではなくって、まあいろんな人と会ったりとか、昨日も朝方まで知人の YouTube のプロデュースをしたりとか、こういう動画を撮ったりとか、しかもその人は別に全然トレーダーではなくて料理人の飲食店の店長をしている方なんですよね。その人のその YouTube のアドバイスをいろいろとしたり、こういう風な動画を撮ったらいいですよとか、こういう部分を見せていったらいいんじゃないですかねとかっていうのをいろいろと話したりとかしてたんですよね。でそういう風になんかいろんな人とこう交流したりとか、あとは僕はトレード以外にも自分のビジネスとか事業をやったりとかもするので、そういうのをしつつ、あなんか今ちょっと時間あるなっていう時にパッとチャートを見たりとか、まあ朝一で、まあ起きた後ちょっと自分整えてからチャートを見たりとかっていう風に四六時中あえてやらないようにしてるんですよね。でそっちの方がパフォーマンスが、まあ僕の場合は良くなったっていうのがあります。なので時間があるからイコール正比例で稼げるようになる、より多くの利益が得られるわけでは
ないということですね。しかも今は流れ的にね、その在宅ワークとかっていうのもすごい増えてきているので、そういう中で自分の本業をやりつつも、副業で、まあそっちでも収益を出すっていう人が、どんどん今増えてきてるわけですよね。だからトレーダーも別にそれで全然いいかなと思います。兼業の方が、まあむしろいい塩梅になるっていうことですよね。で、収入に関しても、そのトレードだけの収益に頼るんではなく、複数の収入源を持っていくと、まあより安定するかなとは思います。で、トレードってどうしても、そのマーケットにすごい依存する稼ぎ方なんですよ。マーケットの環境次第なんですね、すべては。だから、ボラティリティが極端に落ちたりとか、まあ、マーケットが急に動かなくなったりとかすると、当然収益も出しにくくなるんですよね。あとは、テクニカルがなんかちょっと通用しなくなるとかっていう時もたまにはありますし、そうなった時に、どれだけこっちがやる気があったとしても、収益出しにくくなるんですよ。だから、トレードの収益って、やっぱ、不確定であり不安定なんですよね。まあ、これは当たり前だと思います。だから、例えばすごい勝つ月もあれば、ちょこっとの月もあれば、まあ、少しマイナスの月もあれば、また大勝ちする月もあればっていう感じで、収益が、まあ、こう、ジグザグになりやすいんですよね。これだけだと、どうしても、じゃあこういう時期、ドローダウンが来た時に、ちょっとやっぱ心理的に不安になったりとか、ちょっと自信がなくなったりとか、なってしまう場合が多いんですよ。だから、こういう時にもそれをカバーできるような別の収入源。で、それは別にそんなたくさんじゃなくても、しっかりと毎月毎月入ってくるものですよね。こう、右肩上がりに収益がちゃんと入ってくるもの。まあもしくは、まあ、一定額が、こう、ずーっと、アップダウンなく入ってくるものを掛け合わせることによって、まあ、こういうトレードであんまり収益が上がりづらい時も、全然大丈夫になっていくっていうことですね。こういうふうに、ハイブリッドで収益を出していく時代かなと僕は思ってます。で、なおさらずっと家にいるので、トレードしかないと、トレードやっちゃうじゃないですか。じゃあ、かといって、じゃあ気分を紛らわせるためにゲームやろうとか、というようになってくると、それはそれでまたそっちにエネルギーを使っちゃうから、じゃあトレードやろうってなった時にもうエネルギーなくなってるっていうことは全然あり得るわけですよね。なので、家にいつつも、ちゃんといろんなことをやって、さらに、こう、心のエネルギーが高まっていくような習慣も取り入れつつ、そしてトレードもやっていく。で、収入もしっかり二つ三つの柱とかを作っていって、収益を安定させていってっていう、そういうスパイラルを作っていくことが重要じゃないかなと思います。ちなみに、どうやってね、それを僕がやってるのかってメルマガで詳しく書いてるので、自分の実体験とか、今の自分の日常とかも踏まえて書いてるので、まあ、興味あったらそっちも読んでみてください。まあ、マルチインカムってやつですね。はい。の作り方。あとは、これから世の中の構造がどんどん変わっていくので、働き方とかライフスタイルとかも含めて、いろいろ、これからどういうふうにやっていったらいいのかっていうのは、僕なりのアイディアですよね。書いてますので、まあ、読んで参考にしてみてもらえたらと思います。はい。続いて二つ目。勝ってる人も紙一重っていうことです。で、僕はトレーダーになりたての頃に、やっぱ幻想を抱いてましたね。トレードの世界では、一回勝てるようになったら、もうずっと勝ち続けることができるもんだと。一回そのスキルを身につけたら、それはもうずっと普遍的に使えるものなんだっていうふうに思ってたんですよ。でも、いざ継続的にプラスを出せるようになったりとか、周りのプラスを出しているトレーダーの実際の生のリアルなトレードを見させてもらった時に、ああ、今まで自分の思ってたこと幻想だったなっていうことはすごい痛感したことがあったんですよね。それまで勝ち続けていたとしても、例えば急激なその金融危機とかマーケットのクラッシュが来た時に、それでものすごい吐き出してしまう人もいますし、まあ個人でもね、あとはすごいそのパフォーマンスを上げているヘッジファンドも一発のね、強烈な下げによって吹き飛ばす、破産してしまうところもあったりとか、優秀と言われているトレーダーが退場したり、あとは、これもね、前あった話、実際にあった話なんですけど、ドイツのとある金融機関で、まあ結構有名な銀行のトレーダーをしていた人がいるんですけども、ひたすら株価指数が下げてた時期があったんですよ。で、その時に、その人は何をしていたのかっていう、その人結構優秀な、有名なトレーダーだったんですね。結構、いいパフォーマンスを出し続けていたんですけど、マーケットが下げ始めた時に、損切りできなかったんですよ。そしたらひたすら難品を難品して、難品して、難品して、でも、ひたすら株価指数が戻らなかったんですね。で、最終的に莫大な損失を出して、結局解雇された。まあ、引退したっていう話が、まあ、実際にあったりとか、そういう話はね、結構あるんですよ。だから、トレーダーっていう世界は、紙一重なんですね。勝てるようになったからといって、それが、じゃあ、何の努力もなしにずっと続くのかといったら、決してそうではないっていうことです。ずっとずっと自分自身を磨き続けなきゃいけないし、マーケットも常に変化していきます。もちろん、似たようなパターンとかっていうのは、起こり、
ますし、テクニカルも有効なんですけど、でも世の中の情勢って常に変化していくじゃないですか。で、昨日の正解が今日の不正解っていうのがもう当たり前の世界なのが相場です。で、普通ね、その世の中では一回じゃこれが正解って言ったら、それを簡単に覆すってことはないじゃないですか。簡単にそれがひっくり返るってことはない。だから安心できるっていうのは一つあると思うんですけど、相場の世界では全てが不確定であり、全てが正解であり不正解なんですよね。だからもうその瞬間の答えを見つけていくしかないし、その瞬間の流れに常に乗っていくしかないんですよ。だから自分の中で、あ、もう大丈夫だなとか、あ、もうこれで安泰だなと思った瞬間に衰退が始まるんです。そしてトレードでも負け始めたりとか、チャンスに乗れなくなってきたりとか、読みが外れたりとかっていうことが起き始めてくるっていうことですね。なので、まあむしろ勝てるようになってからが大変ではあるっていうことです。ずっとずっとやっぱりそこにエネルギーを注ぎ続ける必要はあるし、研究し続ける必要はあるし、ちゃんと宿題をやり続ける必要があるということですよね。で、トレーダーでよくある失敗が、そうやって一回勝てるようになったら安泰だって思って、その後やられて、まあ、ショックで退場してしまうというか、まあ自信をなくしてしまう人も中にはいるんですよね。だから最初からそういうもんだ。不確定なものなんだと。一回勝てるようになったからといって、それはたまたまかもしれないなって思っといた方がいいってことです。だから毎回毎回、毎日毎日相場に向き合うときに、今日が初めての気持ちで向き合うのが一番ね、うまくいくってことなんですよね。で、これは実際に精神論じゃなく本当にそうで、例えば5年間勝ち続けましたっていうトレーダーがいたとしますよね。5年間勝ち続けた。それは確かにすごいんです。でも、たまたまその5年間っていうのが同じような相場環境だったっていうことは言えるんですよ。まあ可能性としてね。5年過ぎた後にマーケット環境が急変した。そしたら急に今までのやり方が通用しなくなったっていうことも全然あり得ます。そういうトレーダーってたくさんいるんですよ。そうやってマーケットのその癖とか特性とか構造で取ってる人ですよね。それが効いてるうちはいいんだけど、それがなくなってしまった時に急に勝てなくなるっていうのはよくある話です。だから常に適応していかなきゃいけない。常に半歩先半歩先でその流れに乗っていかないといけないっていうことです。だから過去の自分に言うのであれば、それでもやるんだったら頑張ったらって多分言うと思います。でもそれがしんどいなとか、そんなん嫌だと。もっと安定したやつがいいと思うんだったらトレーダーをやめときなって多分僕は言うと思います。それか自分のトレードとマーケットの状況が噛み合わない時期もしのげるように別の収入源だったり別のスキルもしっかりと同時に磨いていくことが大事だよっていう風に言うんじゃないかなと思います。はい、続いて3つ目です。これはトレードを生きがいにしないっていうことですね。まあこれはね、1つ目とちょっと関係する話なんですけど、例えばその専業トレーダーになりたいとか、もうずっと自分はトレードで食っていくってなった時に、トレードを自分の生きがいにしてしまうトレーダーって結構いるんですよ。で、これって一見すごい憧れるというか、すごいなみたいな、なんか自分もそうなりたいなみたいな思いがちなんですけど、現実リアルに見ていくと結構危険でもあるんですよね。例えば何かを生きがいにしてる時って、それを失った時にもうリカバリーできないぐらいの痛手を負いますよね。例えばまあこれはね、恋愛ではすごい顕著だと思います。例えばすごい好きな人がいたとして、その人が自分の生きがいだってなりますよね。もう自分はこの人のために生きていく、人生を捧げるんだ。その時はすごいパワーが湧いてくるし、なんかこう毎日充実するし楽しいしいいんですけど、じゃあもしね、その人から別れを告げられた、ごめんもうあなたと一緒にいられないの、別れてって言われてどうなるかですよ。自分の生きがいを失ったら、もう何もやる気なくなるんですよね、人ってね。ドーンって落ちてしまうんですよ。それが一つと、もう一個、生きがいにしてるっていうことは、その対象に何かの刺激を求めてる、楽しさを見出そうとしてるっていうことなんですよ。例えばまた恋愛の話で申し訳ないんですけど、大好きな彼女がいます。じゃあ、その子とデートするのがめっちゃ楽しい。もうめっちゃ充実してる。もう最高みたいな。それはそれでいいんですけど、じゃあそのデートしてる以外の時間ってどうなの?いうことなんですよね。じゃあ仮に、じゃあデートします。あ、ごめん。ちょっと用事ができて行かなくなっちゃったってなりますよね。そしたら、ってショックを受ける。これは実はね、あんまり良くない傾向なんですよ。なんでかっていうと、そこに刺激を求めてるからっていうことなんですね。つまりこれね、ドーパミン依存症ってやつなんですよ。まあ例えばギャンブル依存症とか、アルコール依存症とか、セックス依存症とか、いろんな依存症って世の中にありますよね。これはね、全部ね、根底のロジックと同じなんですよ。で、例えば恋愛とかもそうだし、トレードで、なんか毎回変なトレードして吹っ飛ばしてしまうとか、なんかドキドキするとか、興奮するとかも全部、
これはドーパミン依存症から来てるんですよね。だからそこの、その対象に対して刺激を求める。トレードをやること自体が目的ではなくて、トレードを通じて刺激が欲しい。恋愛を通じて刺激が欲しい。退屈な毎日に刺激が欲しいみたいな感じになってしまうと本末転倒になってしまいます。そして脳みそっていうのは長期的な視野と短期的な視野両方あるんですよね。でも、このドーパミン依存症っていうのは脳の短期的な視点しか機能しないようにしてしまうんですよ。だから、なんとなく頭ではこれやったら良くないなって分かってても、脳みそはそのドーパミンの刺激が欲しいんですね。その快感、快楽が欲しいから、やっちゃうんですよ。だからトレードも、あ、ここはやめといた方がいいな。ここでルール外のトレードしない方がいいな。ここで飛び乗ったら絶対往復ビンタ食らうなって分かってても、自分の手を止められない。やってしまうっていうのは、もう完全に脳みそがドーパミン依存症になってしまってる。そのトレードでの刺激を求めてるっていうことです。だから、ギャンブル依存症と変わりがないっていうことなんですよ。で、トレードしてる時は刺激的で楽しいんだけど、それ以外の時間がどん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 退屈で、つまらなくなっていく。で、その日常がまた嫌になって、また刺激を求め始めるっていうループにはまっていくんですよ。悪いループです。で、本来トレードとかも全部ひっくるめて、恋愛とかもそうですけど、より自分が成長したり、相手が成長したり、お互いが成長したりとか、まあトレードも、このね、スキルを通じて自分自身を磨いていったりとか、自分の感情をコントロールできるようになっていったりとか、それで実際にお金を稼いで、それでより自分を磨いていく、そして、それをまた誰かのために使っていくとかっていう風に循環させていくからこそ、意味があるわけですよね。でも、それにどっぷり使って、その刺激に依存してしまうようになっては、それは本末転倒ということなんですよ。だからトレードを活用する人生ではなく、トレードに支配される人生になってしまうということです。で、トレードでそうやって勝つほど、そうやって刺激がバーンってドーパミンが出るじゃないですか。だからその時はすごい気持ちいいってなるんだけど、これはまたね、詳しく話しますが、その刺激に依存していると、バーンって上がった時は楽しいんだけど、その後反動でズカーンって落ちるんですね。これが激しいほど人はどんどん無気力になっていきます。やる気がなくなっていくんです。そして刺激が得られないものは一切やる気が起きなくなっていくんですよ。だからトレーダーでどんどんノイローゼっぽくなっていく。無気力になっていく人っていうのはたくさんいます。専業になって。特に専業になってからです。家に引きこもってトレードだけしかやらなくなってくると、そういう刺激依存みたいになっていくんですよ。だから、やっぱり人生ね、そのトレードだけじゃなくって、いろんな人とこう関係性を作っていくとか、トレード以外のそのやりがいだったり、自分が挑戦する何かを持ってるとか、そういうのがすごい大事になってくるんですよね。だからそれは一番につながります。兼業の方がなぜいいのかっていうと、そっちの方がバランスが取れるし、他の全然一見関係ないことを通じて、実はトレードの土台も磨かれていくからなんですよ。そしてこれはね、トレードだけじゃなくって、あらゆることに言えることなんですけども、特にそしてこれから家で仕事をする人が多分増えていくと思うんですけども、その時に何が重要かなんです。それは自分の気分とか感情に左右されずに何かをずっと継続的に続けていくことができる自己管理能力でありスキルなんですよ。これがめちゃくちゃ重要です。これがあるかないかで、もう天と地の差が生まれてしまうっていうことなんですよ。だからそれがより今後顕著になっていきます。まあなんでかっていうとね、縛りがなくなっていきますから、そういった強制力がなくなっていく分、自分で自分を律していかなきゃいけないっていうことですよね。だからどうやってそれを無理なく、日常の中でうまく、それをね、自分の日常とセットでこう、うまく連動させていくか。日常をやる習慣との中に組み込んでいくかっていう発想がすごい大切になってきます。これはまた詳しくお話をしたいと思います。ということで、今回3つね、兼業の勧めとトレーダー、勝ってる人も紙一重でトレードを生きがいにしない、ちょっとね、まあリアルな話をしましたけども、でもこれからの時代、そのトレードで利益が出せるっていうスキルは大きな武器になることは間違いないです。だからそれをしっかりと磨いていくと同時にそこだけにとどまらず、他のその収入源もしっかりと作っていったりとか、他のスキルを磨いていったりとか、まあしっかり仲間を作っていく。そして仲間と一緒に何かをやっていくとか、そのトレードの世界だけに埋没しない。むしろそこもやりつつ、他もやることで、お互いがお互いこうプラスに作用していくような物事の習得の仕方だったりとか、取り組み方っていうのを身につけていくことが大事なんじゃないかなと思います。そしてトレードってちゃんと、まあ練習していけば、自分自身の感情をね、しっかりコントロールする術も学ぶことが、できるし、ちゃんとそのルールを守る、その自己規律っていうのも身についていくし、自分自身と向き合う、ね、そのすごい、いいきっかけにもなるし、本当にね、自分自身を整えていくとか、律していくとか、自分自身を知っていくっていう意味では、トレードほどそれができるものはないんじゃないかなと思います。なので、そこはもう本当に、トレードの優位性だと思うので、もし今ね、トレードされている方は、そういうのを意識しながら、よりより腕を磨いていってもらえたらなと思います。
はい、そしてね、次は、今日ちょっと話しきれなかった、そういう気分とか感情とか刺激に左右されずに何かをずっと続けていくための脳内回路をどうやったら作ったらいいのかについて詳しくお話をしていきます。これがもしできたら、多分最強になれます。だって気分とか感情に左右されないですから。で、人がなんでなかなか変われないのか。なんでなかなか何か身につけられないのか。新しいことを身につけられないのか。って言ったら続けることができないからなんですよね。なんで続けられないのかっていうと気分のムラがあるからなんですよ。今日はやる気がある。そういう時はできる。誰でもできると思うんです。でも問題はそういう気分じゃない時。あ、なんか気分が乗らないなとか、なんか今日はイライラするなとか、その時に、あ、もういいやって。サジを投げてしまう。やめてしまう。だから、そこでぷっつりと、まあ、尻切れ友みたいになってしまうんですよね。でも、仮にそういう自分だったとしても、決めたことを淡々と告げていくことがもしできたら、どうでしょう？ちょっと想像してみてください。それが3ヶ月続いたら、それができる人とできない人では全く違う人生になってるはずなんですよね。だから、今後ますます、全人類がですよね、自分で自分を律していかなきゃいけない時代、家でも本当に充実した毎日を過ごせるような日常をちゃんと作っていくことが求められる時代ですよね。その時に、自分の気分とかに左右されずに物事をちゃんとやり抜いていく能力、管理能力、スキルっていうのはもう最強なんじゃないかなと言えると思います。で、どうやったらそれができるかは次回動画でお伝えをしていきます。まあ、あと今僕はどうやって、ハイブリッドのその収益を出しているのかっていうことと、どういうその働き方とかライフスタイルを実際に送っているのか、もうメルマガで好きなあるんですね、書いてるので、まあ、興味あったらそっちも読み物として、楽しんで読んでみてください。ということで、チャンネル登録といいねと、ポジティブなコメントなどいただけたらありがたいです。ありがとうございました。